京王線ですね、高尾山口でございます。こちら京王線です。今日日曜日なんですけどね、だいぶ練習空いてますね。高尾山で降りる人とか多くても、多分ここまでね来る人は少ないんだと思います。はい、高尾山口でますね。私これですね、高尾山なのに高尾山口だとずっと思ってました。ここ着いたりとか電車でね、高尾山口って聞いてやっと、あれなんか違うってなりましたね。駅から降りて、さっきと反対側に今こっちがいるんですけど、さっきあっちですね。で、まあ、こっち側にはですね、トリックアートがね、トリックアート美術館があります。もうね、外側からがね、いくつかね、ちょっとトリックになってるね、絵がね、描かれてますね。面白い。なんだろう、何箇所か、実際は扉とか、これ開いてるんですけど、開いてるのとか、あるので、面白いですね。この駅はでもやっぱり登山っぽい人も多いけど、そうやってトリックアートとかね、来てるのかなっていう雰囲気の人も多いです。まあ、駅のね、1階にもトイレあるんですけど、綺麗なのが。ここにもね、トイレあります。駐車場とセットで。でそこなんかちっちゃい橋です。トリックアートの前に鳥居があるんですけど、はい、こちらが氷川神社になります。上からの方が綺麗に見えそう。はい、こちらが、駅の改札ですね。今ピザ屋あるっぽいんですけど、今はやってないのかな。で、あっち側に、温泉が一つありますね。あ、そこから行けるの、京王高尾山温泉。さっきは外側外観を映しましたね。で、こっちの方行くかなってところですね。これが上、電車通ってますね。で、こちら、氷川神社になります。駐車場もあるのでね、車も止められます。で、氷川神社の由来がここにありますね。あとこっちは鳥居の方はね、祖池について、あ、今あるのが最近のかな。最近だと予算が1500万円程度見込まれたそうですね。お、総額600万余り。すごい。あ、電車。どうも、すさなです。今日は、高尾山口に、来ました。で、まずは氷川神社から進めていきます。やっぱね、今はね、あれ、被写がね、置かれてない状態ですね、コロナで。平成29年ん、結構最近で、作法もね、優しいので書いてあります。こういうのって、書いてあるとすごくありがたいですよね。自然とこういうのを見ながら、なんか、あ、まあ私やり方知ってますけどね、みたいな雰囲気を出すのが好きですね。では階段、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25段なので、足に優しいレベルですね。地域満山高尾山、東京都で唯一の日本遺産認定されましたということです。かわいいね、これ。リング。で、またこっちも、入れて拍手の作法がね、書かれております。もう一旦ね、やりました。で、ですね、霊気満山は高尾山薬王院でとても大切にされている言葉です。高尾山は古くから霊山として拝められ、人々は祈り山を大切に守ってきましたとのことですね。珍しく説明ありと。で、ここにね、おみくじがいくつかあります。子供用だと優しくてね、100円の、書いてあることもだからなんかちょっと子供向きなのかなっていう思います。で、こんな感じですね。そんなに人はいないです。2台目、じゃあ降りていきます。
あっち氷川神社のまっすぐ歩いてきて、ここに公衆トイレがあって、はい、こちらがね、大きい鳥居ですね。これがその最近できた平成17年の8月ですね。なので、もう今ちょうど8月なので数年後でございます。はい、じゃあ大きいです。はい、そこに氷川神社って書いてある。ここにもね、都内で唯一の日本遺産って書いてあるし、こっちがね、トリックアートですごくないですか。あれとか本当誰でもないですよ、絵です。まあ名前はあるかもしれないですけどね。で、こっちもね、いくつかありますと。どこ行くんだろう、あれ隠れて猫に。これとかもね、面白い。そこは普通に出っ張ってるよな。はい、出っ張ってますね。で、あそこ受付場みたいなのもいるし、はい、面白い。カフェも上にあるのかな。なんかみんな飲み食べしております。はい、ああもう、ここ自転車でも歩きでも楽しそうな道ですね。はい、こちらはトリックアート美術館でございます。入る予定は全くなかったですね。けどなんか今予定のね、ものの時間前、何に時間潰そうかってなって、トリックアート入るかってなります。こちらも、はい、で入りたくてもドーン、はい、入れません。で、ここはね、でもそういうことね。中に入るとね、私中入ったらすごい汚れるから、俺ね、終わってから洗うみたいな感じかと思いました。山登った後の人とかもいるからでしょうね。ということで、靴洗いたい方はこちらで洗えます。あと休憩もね、いくつかできるところあります。こちらインフォメーションですね。4月から11月10時から6時。あれ、今はいつでもずっと10時から6時だ。入館30分前までにお願いします。もうちょっと早く帰った方がいいでしょうね。楽しむために。で、木曜日が、お休みかな？はい。で、まあ、車は毎日駐車場があると。で、今開館中。で、こういうのも偽物。で、はい、絵がありますし。入りますし、では中、中っていうか外っていうか。で、ここに地図があります。動物探しクイズとか、本物探し、間違い探し、昆虫探し、本物探しクイズがありますね。館内マップ、ちょっと意味がわからないけど、まあ1階、B2階、B1階、2階って中に上がったり下がったり激しい、こんな感じの地図がね、まあ可愛く、トリックって言ってるし、こういう衣装が載ってるかも。で、こちらの後はここ、食肉女神、いらっしゃいますか。食肉女神です。いいお金が、お腹だらが目立った。食肉女神で、大変気が一番奥に行きますね。小さいセクメント女神を見た後は、小さい扉を見て、はい、でかいセクメント女神、まあ違うんでしょうけど。で、ここはカフェになるのかな。コーヒーとか売ってます。そこでもすごい。トリックアート。で、こっち。すいません。はい、トリックアート入ってきました。まあ、ちょっと暗いですけどね。こういう感じで。で、真下を見ていきます。見えないな。でも、はい。いいもの見つけた。1000円。売れません。ショック。はい、こんな感じで優しいね、おじちゃんもいるんですけど。この人とも会話はできませんでした。偽物の絨毯売ってます。お、で、膝空いてるよって言ってる。まあちょっと古代の春日ですね。なんか、まあ、ここは来てね、お楽しみでいいですかね。私は見ます。はい、こちらね、カニをもらったんですけど、これはですね、近いのとかをね、立体見るために両目より片目で見た方がいいとかいうので、片目隠し用ですね。でも、はい、入らない。ここなんですけど、見えない。足マークがあるんですけど、そうすると立体に見えます。7つぐらいね、扉があるんですけどね、ここね、ちょっと見えないですね。こんな感じでね、ちょっとかっこいい、こっちもアラビアンな感じで、ちょっとね、素敵でございます。
ことかは、はい、カバカバ、はい、カバカバの上に乗ります。ごめんね、痛いよねと思ってるけど、生きてないから痛くないようです。あったあった、クイズ、こういう風にね、クイズが、私の声が上がるね、クイズがあるんだってさ。ゾウさん、かわいい。ということで、私楽しんでおります。はい、こちらヘブンの世界で、こちらが、椅子に、ね、座ってる風に撮れますね。ツタンカーメン、撮れました。まだ、撮るにはこういう方がいいですよとかいうね、コメントも書かれたりします。私こちらでもね、1枚撮ってきまし、撮ってみました。しっかり、回ってる間はマスクつけてます。今ちょっと誰もいない。